1989年8月自由民主党総裁選挙は、1989年8月8日に行われた自由民主党総裁選挙である。1989年7月24日、第15回参議院議員通常選挙で自民党が過半数を下回る大敗をし、総裁の宇野宗介が退陣を表明。宇野内閣発足からわずか2ヶ月後に実施された。 リクルート事件の影響で事件に関与した、安倍晋太郎、宮沢貴一、渡辺道夫といった派閥の長が立候補できない中に、あって、竹下派が影響力を残せる候補が模索された結果、時計の針を戻さず進めずとして、年齢の割に当選回数が多かった、元文部大臣で川本派の回復都市記が擁立された。竹下、安倍、川本の三派連合により、 海部の当選は確定的であったが、旧田中派、二階堂グループの林義郎が宮沢派の支援の元立候補し、他に安倍派を除名されていた、亀石塚は海部、林には投票する気がなかったために、平沼竹を、園田博之と共に安倍派の石原慎太郎を担ぎ出したが、推薦人集めに苦労し、大田誠一、山中貞則などが、 石原の20人の推薦人になったものの48票に終わった。この時の総裁選から総裁候補がテレビ番組に出演して政権を語るなどをして総裁選において総裁候補と国民との距離を縮める手法が行われるようになってきている。ありがとうございます。